でもここきっと猫コーポレーションなんだろうな、もともとは。かもしんないね。こんだけなんかやられてるっちゅうことは、うん、ね。チーンと、チーン。あ、はい、はい、じゃあ無視します。あ、そうやっていくのね。ここか。カラスは見えないね。これか。わ、ぽいね、トランシーバー。これだ。うん、よいしょ、来た。お、よく来たな、猫、ね、ここ。ね、おお、おお、シーバーが、あ、ここがアンテナなのか。すげえ、でかくね。思ったより高低差あるね。ね。てかまだ上あんだ。うん。上の階がスラム街じゃないとこなんじゃない？ああ、なるほどね。これであれかな、帰ればいいんかな。多分。見てください、うん、美しい景色です。そうかい。まあまあまあ、廃墟好きにはたまらんじゃない。あ、思い出しました。町、それはシェルターのことでした。ああ、お、これがシェルターね。うんうんうん。星のように見える光は町を封鎖するための金属製の屋根なのです。ああ、まあそうだろうね、うん。人間は自分たちをアウトサイドから守るためにシェルを作りました。しかし、うん、犠牲も大きいものでした。誰も脱出できなくなったのですから。バクなの。何何何、あの料理のさ、ボールみたいなあるじゃん、うん、いろんな混ぜた銀色のやつ、うんうん、あれをこう中からさ、カポってしたら俺たち守れるぞっつってカポってして、よし、数年後どうやって出ればいいんだろうってなった感じ、うん、だよね、多分。バカじゃん。人間愚かめ。アウトサイドは大惨事でした。植物は育たず、人も住めず、危険なだけの場です。あー、なるほどね。アウトサイドで何かがあったんだ。でももしあなたがそこから来たのでしたら、また安全な場所になったのでしょうか。うん、私の約束はアウトサイドへ行くだけではありません。行って町を解放する約束もしたのです。町を解放、あ、この町をね。あ、なぜ一部の記憶だけが蘇り他は思い出せないのか、理由はまだ分かりません。でもこれだけは確かです。私は町を解放する約束をしたのです。よし、戻ってモモを探しましょう。トランスミッターには接続されています。助けを求められるはずです。なるほど。で、外はえらいこっちゃんになってたから、ここに閉じこもるようになったけど出れなくなっちゃった。でもまあ外は危険だからまあいっか。で、ゴミが増えたからバクテリア開発して投入したら突然変異でえらいことになった。うん、しかもその前に食べ物とかも作れなくなっちゃって人間は死んじゃったみたいなことかな。きっとそうだよね。うん、で残ったロボットたち、ゴミ出るからバクテリア大暴走の巻きって感じだね。いや、すごいな。すごい光景だね。ね、なんかこの網は金か。はい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 、バクテリアのね、うん、帰ってきたよ。パート2。モモ、あれ見てください、メモがあります。小さなアウトサイダーさん、もしこれが、君がこれを読んでいるなら君はまだ生きているということだね。やったね。僕はバーに行ってある装置を使いアンテナの感度を上げている。こっちで会おう。窓をロックしたけど解除コードは簡単。むずい。大文字と小文字の区別を正確につけてね。バーで会おう、モモ。入り口近くの窓のコードだよ。レッツゴー、レッツゴー。まあ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 、覚えてくれてるならいいんじゃない、そこらへん。
コードは、うん、H だった暗記してんのH だった気がしますって何大文字と小文字、いけるんかい、いけるんかい、そっちなんかい、開くの一応、大きなバ、あ、大きなバーじゃない、大きな扉でよかったんじゃないねしか、こっちはなんか原始的な方でロックしてほんとだ、お出かけ用は南京錠なんだねこれ、なかったよね、あったのかなあったっけバーってどこだなんかうなだれてないえペンキーズお、座ってる、どうしたのペンキーズ私たちはバケツ投げが大好き健全な娯楽よはあ医者の会の住人は違うって言うんだだから今は休憩中もうあんたのスーパースプリットボトルなら高額のお金を払う人もいるだろう。へえー。はあ。これじゃあいいやつ？もしかして。だろうね。そうやっていけんだね。あいつにも見しちゃおう。こういう天気大好き。いつも変わんないんじゃない？うん、変わんないでしょ。あ、お前も同じこと言う。同じだ。これさ、バー行くってことは金必要になるからこれ渡す的なことなんじゃない？あるかもね。あ、か、ブツブツ交換マン。ブツブツ交換マンおったわ。あ、また掃除しとる。そら落ちないよ、それじゃあ。結構長めにやってるよね。むしろ擦り込んでるんじゃない、うん、地面に。よいしょ。とりあえずてか、バーのマスターみたいなやついなかったっけ？なんかいたわ、そんなバーの格好し、マスターの格好したやつ。大丈夫なの？あの、バーのマスターみたいな。ねえ。あれ、いるじゃん。もういたわ普通にいたじゃん。いたわ。いや、ふわふわさん、ふわふわさんって呼ばれてる見てよ、シグナルを受信したよ。おうおう、保留できそうだ。あってなってる何か欲しいの？はあ、あ、みんな同じ、みんな同じだ。いつぶれてる。いたバーのマス、大丈夫かい？スンスンしてる呼んでみた。マスターがこっち見た。マスター笑ってる。マスター笑ってる。見かけない顔だね。いかがいたしましょう。普通に制してくれるんだね。そこはなんだろう、ツンケンした回答なんだね。ね、みんな変わらずそれなんだ。そうプログラミングされてんのかしらね。わあ、ここ座れなんだ。はい、あー、よしよししてくれるのね。これちゃんと動くか確かめてみるね。ジュークボックスね。え、あ、お、もう少しだあ、でっかい顔やな、ね、こんにちは、聞こえますか？こんにちは、うん、聞こえるよ。スラムから発信してる。こっからの脱出方法を探してるんだけど。待って、もしかしてなんだっけ、ゼバルタイザー。ゼバルタイザーモモピピピ。お、じゃあメモの人じゃん。信じられない。俺ドボルザークっつったっけ俺これなんか言ってた気がする新世界、ね、あなたの声が聞けるなんて。どこにいるの？みんなは無事？イエス、ピピ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 、我々は無事、ピピピピピ、道を見つけてもらう、ピピピピピピピ。まあ、あんまりあれかな、電波良くないんだろうね。そうだね、ギリギリでやってんだろうね。うん、もしもし、まだ聞こえる？私たちの場所に来るには下水道を通らないと。バクテリアたくさんなとこだろうね。そうだよね、ね、とても危険。ピピピピピピピ、ザクがそこら中に切れちゃったいいあると思います。何が？下水道？どうやって？もしもし？なんてこった、シグナルが途絶えちまっちまった。大パン、よくないよ。信じられない、ドボルザックが生きていた。ドボルザックじゃねえ、ドボルザック生きてたら大変だよ何年か生きてる。彼も仲間も下水道通ったのかってことだろうね。
下水道はスラムで最も危険な場所でもドボルザークができたならできるかもしれない。ある意味新世界に行ったんだろうけどね。お？お？ここでます。え？下水道を通ることなんてできないよ。ザークはうじゃうじゃいるんだからすぐに食べられちゃうよ。特に君みたいなおちびさんは。死にます。みんな一か八かでトライしたけどうまくいかなかった。あ、みんな試したんだ。あ、試したんだね。とにかく危ないよ。君がすることに口出しはしないけど。なんか達観してるね。ね。シームスは。シームス。彼のお父さんドックは偉大な科学者だった。ザークを倒すための武器を開発中だった。数年前その武器のテストをするといい町を出ていき、それ以来姿を見ていません。ドックってなんか いなかったっけ。いたよね。なんか名前出たよね。あのメンツの中にいなかったっけ。いた気がする。それ以来シムスも変わってしまった。いたよね。いたと思う、うん、シムスの言葉を信じちゃダメだ。昔の僕のように臆病者だから。ドックが武器を作ってくれたら僕たちはアウトサイダーの仲間入りだ。ノートの中でドックは時々シークレットラボについて書いている。彼はそこで作業していたに違いない。シムスのアパートにヒントがあるはずだ。一緒に来て。ほうほう。ついていく系だ。誰、うん、テディ。グランマがこのマフラー編んでくれたの好きだと思わない。彼女は編み物がすごく得意な。へえ、そんなのもいるんだね。同じくという。これプログラミングされてるな。見失っちゃうよ。なんか漁ってる人いる。ホームレス的なのもいるんだ。ロックという文化はあるんだね。あるんだね。ジュース、お願いドアを開けて。君のお父さんが僕たちを助けたがってたのは知っているよね。あんな感じだと、うん、まあ予想はしてたけど、チームスにとっては辛い状況だからもうアウトサイダーのことなんて聞きたくないんだと思う。彼にはもう頼れない。でも君なら。何を見出されてるの。いいアイデアがあるんだ。なんだ。あー、登れと。あ、そっから入れ。ドックのノートを持ってシムスに見せてよ。おお、帰ってきた。たくさんの情報がショック療法になればいいのだけれど。すげえ酷なことしようとしてんじゃん。ねえ、おちびさん、シークレットラボを見つけて。僕はバーに戻って仲間にもう一度連絡してみるから。現実突きつけるみたいなことでしょ。はあ、そういうことだね。天を仰いでるね。いや、まあそうなるよね。ここで何してるの。言っただろう、下水道を通るには自殺行為だって。そっとしておいてよ。そうなるよね、うん、まあ見せますけど。このタイミングであの洗剤見せたらどうなんだろうね。これ何、待って、これパパの、うん、うわー知らなかった。アパートに隠し部屋がある。どこに。はあ。シークレットラボすぐ目の前。多分この辺のどこかにヒントがあるのかな。謎解き的な。まあ駅になるね。あ、取れた。こんなことでもしかして裏に何かあるか。イエーあたーい。知らない。これもう一回、もう一個あるからもう一個剥がしちゃう。開けたらこんなところにみたいな話じゃない、ね、すーごい、もうひっちゃかめっちゃ大事そうな息子との。なんか出てきた。時間が真実をつける時計だ。どこだ時計。お、見てる。あったわ、いっぱいあるわ。251 1 2かな。1 1か1か11だよ。251じゃないかな。よし、251111
えい、下の絵もプルプル、プル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 、イーズイ、しかも上にアウトサイドの写真、うわすげえ、イーズイ、あれパロスのなんか標本みたいなのあるね、ね、この部屋見たことないや、ずっと隠してなんて信じらんないよ、な自宅にこんなとこがあったのね、この設計図、ザクヨの武器のことだ、パパ、秘密主義って首すげえいったよね、今いった、グロリンってパパがね、武器は理論的には動作するけど本当の環境でテストしたいって言ってた、スラムを出てアウトサイドに行ったきり戻ってこないんだ、うん